落ち着いたね。いやー、やっぱりオーディションのスパーリングと言ったら日健くんですよね。オーディションの男っすね。どうでした手応えは。いやでもやっぱり迫力、相手の選手もあって、まあでもそうっすね、なんか構えてこう行くって感じの時に、あ、多分勝てると思って。あ、もう構え見ただけでなんか感じるものがあって、まあ別に舐めてたわけじゃないですけど、全然もらったらやばいパンチもあったし、でも見えてたんで。おお、多分僕パンチもらった記憶なくて、多分分かんないです、ちょっと記憶飛んでるんであれですけど。いやで無事本戦取れました、ね、おめでとうございます。みんな待ってると思います。ファンの方に一言お願いします。いやもうね、本当に多分勝っても負けてももう最後かもしれないんで、なんかその気持ち的に、だからちょっとね、本当にまあ本当しっかりマジで勝つとこ、それこそワンパンを狙って勝っていいとこ、かっこいいとこをねちょっと見せれるように頑張るんで、期待してない方もねちょっと応援よろしくお願いします。相手の方もスパーリングしたんでしたっけ。相手の方、あと、うん、あ、そうそうそう、僕とそのもう一試合が勝った方がはいはいはい、はい、どっちかってなってたんですけど、そこはちょっとみくるさんに組んでもらって、そことやることになって。そのスパーリングは見たんですか、相手の。あ、ちょっとあんま覚えてないですね。もう自分もう集中してたんで。相手の印象を教えてください。相手の印象、まあその高青年っぽくて、まあどうなんでしょうね、まあ二十何年やってるんで彼も多分強いと思うんですけど、さすがにね、キャリア勝負じゃないですけど、気持ちと爆発では僕が勝ってるので、しっかり勝つんで、その人にはまあ多分できる人だと思うんです、勝った人なんで。ブレイキングダウンのアプリ見ると、はい、二軒くんの戦績が1勝3敗ってなってるじゃないですか。あれちょっとやめてほしいですね。あそこをね1勝2勝に変えれるように。いやでも平本蓮さんじゃないですけど、全然負けてても人気な選手はいっぱいいますんで、はい、そうですね。まあ僕はそれこそオーディションちょっと判定で勝ったんですけど、本当に僕が一番求めてない試合だったので、判定ってのは。僕もちょっと久しぶりにやったんでビビってた部分もあるのかなと思うんですけど、まあ、次本戦はもう0か100なんで、僕はしっかり期待してます、はい、楽しみにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。